はい、どもねです。皆さん気づきませんか、違和感に。はい、そうです、4日目、全敗しました。いやー、今9勝ということでね。で、これ5日目なんですよ。で、4日目、忘れたとかではなく普通にやってたんですけど、見事に勝てない3人と当たりました。最後一回も勝てなかったね。3組いたんですけど、どれも一つずつ挑戦したんですけど、勝てなかったんですよ。で、あれ、勝たないと、更新されないじゃないですか。なので、全敗しましたね。はい。初めてですね。選ばれて、その日で全敗するっていうのは。うん。なんか忘れたりだとか、なんか2勝して1敗とかはあるんですけど、全敗は今までなくて、で、しかも今回あれじゃないですか、12勝したら、すべての、ものがゲットできるっていう、すべての報酬ゲットできるっていう時に3連敗っていう、まずいと。で、5日目、もうほぼあれですよね、15勝状態ですね。全勝しないといけないっていう状態になってしまったんですよ。昨日1勝とか2勝できてれば本当今日楽だったんですけど、まあ、ということで、後がない以来、あと3勝しないといけないですけど、はい。まあ、ということで、真剣にやっていきます。はい。まあ、ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでね、初戦はこの方とやっていきましょう。もう早速やっていく。何も言うことはない。もう勝つしかないんだ。今回に関しては。勝たせてくれ、頼むから。さあ、頼む。まあ、ここはいけるでしょ、さすがに。ここは負けないでほしい、とりあえず。負けるわけがないんだよな、とりあえずな。なんで大丈夫だと思うんですけど。さあ、頼むよ、本当に。頼む。頼むよ、本当に頼むよ。いや、勝ってほしい。ここはとりあえず勝ってほしいよ。いやー、今日3連勝できないと報酬もらえないんですよ。それが一番悲しい。もうきつい。さあ、頼むよ。はい、速攻かけて。まあ、この速属性はまあ負けないでしょうとは思ってはいるんですけど。さあ、頼むよ。はい、ここでロー来る。OK。しびれかけておく。はい。で、こっちのシャンクス？シャンクスね。シャンクス発動で倒して、オッケーオッケーオッケー、減らしてる減らしてる、いい感じ減らしてるよ。で、ここで防御とか速度ダウンさせつつ、ローでダメージ与えつつ、オッケーオッケー、ここでキッド倒したのはもうでかい。もう負けることはない、とりあえず。多分負けることはない、ここで。さあ、あとは、そうですね、そうやって必殺を打っていただいて、こっち側の必、バーストのね、回数を、そうですね、増やしていただきたい。ありがとう。ありがとう。もう頼むよ、本当に。いや、もう負けたらもうダメなんだよ、本当に。負けちゃいけないんだよ。こんなに緊張する、ある全勝とかではないんですけど。オッケーオッケー、クマね。わあ、結構強いな、防御効果無視ダメージ、やっぱ。クマ欲しいな、やっぱりな。クマ当てたいな。今後ちょっとあっちに行きたいですよね、クマは。さあ、ここで、はいはいはい、来る。ダメージ与えられる。さあ、あとはロー、オッケー、シャンクスで削っていく、オッケー、あと5体ね。で、ローで削っていく、オッケー、あと2体ね。さあ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 、頼むよ。まあまあ、ここはとりあえず勝ったね。速属性はとりあえず勝った。うわ、ちょっと意外とあれですね、 GP パス溜まってますね。相手の条件なんだったか忘れましたけど、この溜まってんのまずいな。これダメージくる。はい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 、シュガーでダメージ与えていく。いいよ、こっちもバース溜まってきてるから、2戦目で使えるね。OK。で、あとはロビンで削っていく。うん。大丈夫かな、多分。OK!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  とりあえず1戦目勝った。もう、ほんと喋ることがないですね。もう勝たないといけないっていう。さあ、頼むよ。真ん中自由パなんですけど。まあ、野心パ持っていきたかったんですけど、野心パ持っていくと、自由タイプはね、野心の攻撃半減って言いますか、30% 軽減してくるので、こちらの自由パを当てているって形ですね。さあ、頼むよ。いや、ローシャンとニューゲットいいんだよな。ほんと、やめていただきたい。はいはいはい。頼むよ。ほんと頼むよ。オッケーオッケー。いい感じで減らしてる。まあ、こっち側の必殺技が先に打てれば、勝算もある。さあ、頼むよ。で、こっちの GP バスもうまいこと溜まってくれたらさらにありがたいけど。さあ、ヤマト溜まってる。
OK。うわ、マジか。キエモンたち来た。大丈夫、大丈夫。キエモンは大丈夫よ。ロジャーとニューゲートの必殺技さえ撃たれなければ。とりあえずは大丈夫。やばい！耐えて、お願い。ああ、まあまあいいでしょ。青生地。いやー、待って、まずいか、それ。あ、やばいね。負けたねー。負けたー。負けた、今。瞬殺だな、ちょ、待って。やばいぞ。次、誰？何属性だ？即属性か。即属性か。まあまあまあ。うわー、うわ、わざ属性パ持ってくればよかった。やらかしたか、ちょっと。どうなるこれ。これ、これ、まずいか。まずいやつなのか。いや、でも相手の GP バストは、まあ、たまらないと考えて、こっちには GP バスト持ってるから、大丈夫なはずですけど、うわ、技属性ば持ってくればよかった。いやー、技属性かなと思ったんですよ。何でしたっけ、おでんと、時と、桃之助と、日和のやつだったので、力属性と、斬撃と、即属性のエンハンス上げだったんで、即属性ば持ってくるとは思ってたんですけど、ちょっと怖くてできませんでしたね。やばいな、しびれきた。さあ、ここでドフラミンゴで多少減らして、オーケーオーケー、いや、大丈夫だ、勝てる、勝てます。いや、オッケーオッケー、落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫。カイドウ溜まる、カイドウ溜まって必殺を打ってくれる。この2発打ってから GB バス使おう。オッケー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 、助かった、これは助かったよ。さあ、ここで2体来る。もうここで使っちゃおう。もう怖い、怖くて見てられない、怖くて見てられない。これはさあ、ありがとう、どうにか勝てた。よかった。とりあえず1戦目、勝ちですね。2戦目行きましょう。2戦目。はい、ということで2戦目行きましょう。さあさあ、これは勝てる気がする。さすがに、勝てるような気がする。さあ、一旦ここで技属性、まあ相手が即属性ということで、こちらの技属性を当てていく。はい。うん。いや、まあ、勝ってくれないと困るけど。で、一応2戦目と3戦目が誰かわからないんですけど、とりあえず心属性と地属性を持ってきましたというところですね。さあ、あとは相手の出方次第ですけど、勝っていただきたい。ここはさあ、頼むよ。いや、まあここは飛ばしてもいいか。ちょっと飛ばしますか。勝てると踏んで飛ばしましょう。 OK 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 OK。 ちょっと時間短縮ということで、怖い。さあ、頼む。2戦目誰か分かんないですけど、とりあえず技属性当てていきましょう。さあ、技属性じゃない、心属性。これは野心パか、野心パか、斬撃パか、斬撃パなのか。これは何パだ、これこれ何パ斬撃パかな。ロジャンとニューゲット入れてないんですね。さあさあ、まあ勝っていただきたい。で、まあこっちの GP バーストが溜まれば、まあ勝てる、とりあえずね。さあ、ここで減らしていく。まあまあ、いや、でもいけるはず。うん、心属性は万能ですからね、勝っていただけるはずだと思います。さあ、いや、緊張する。もうね、もう緊張してるんですよ、緊張してる、めちゃめちゃ。さあ、ロジャー使っていく。はい、捨て半減させていく。 OKOK で来ましたね。まあこれダメージ軽減、減らされるんですけど、まあおでんが発動できるということで、おでんでオッケー、これは勝ったかな、これはもう勝ったような気がする。さあ、まあそれは受けましょう。で、ヤマトが必殺技打てば、まあ勝てるか。はい、各来る。オッケー、ここでヤマト来る。はい、ステハンゲンドン。オッケー、で、あとは大丈夫かな。あとは青生地減らしつつって感じかな。オッケー、で、ローで固定ダメージ与えて倒していく。オッケー、あと2体ね。オッケー、とりあえず倒したよ。オッケー、2戦目、2勝目終わりました。続いてラスト行きましょう。はい、ということで皆さん、これが運命の一戦です。ここで勝てればとりあえずはオッケー、グランドパーティー制覇という形になります。で、一応1戦目が力属性と技属性が混合しているような編成だったので、まあ、とりあえず即属性を持っていけば、まあ勝てるかなということで即属性持っていってます。で、一番右のサードが、まあ、歌入れてるということで、多分地属性パなので、こっちの心属性パを一旦当てておきます。まあ、ということで行きましょう。さあ、頼む。これ頼む、マジで。もうやだ。もうやだよ。
こんな緊張する12戦目ある。さあ頼むよ。まあ一応まあこの編成なら勝てるかなということで一旦いきます。さあうん、まあ勝てるような気がする。いけるはず、いけるはず、頼むよ。速属性パオッケー、これは勝てるかな。とりあえずうん、下手に相手のゾロとかが下手なことさえしてこなければ勝てるはず。はい、速攻からの CT 上げしていく。 OKOK で次がロビンでダメージ減らしていく形かな。 OKOK ダメージ減らしていく、防御ダウン攻撃ダウンダメージ減らしていく。でドフラミンゴ来るか、あ来ない。でまあここでデバフかけていく、攻撃速度下げていく。でここでローじゃない、シャンクスでダメージ OK。 とりあえずもうゾロいなくなったら勝ちよ。ゾロいなくなれば多分大丈夫。 OK。 いやマジでちょっとまずかったね今。待っておでん溜まってない。 OK。 ローでもう減らして、もういなくなってくれ。 OK。 あと3体 OKOK。 勝てるはず、これは勝てる、これは勝てると思うよ。怖いよ、頼む。はい、ドルトンね、ドルトン来る。うわ結構なダメージ、やっぱドルトン強いな、欲しいんだよなドルトン。さあここで減らしていく。 OKOK で ロビンで減らしていく。いやでも下手にあんまり必殺打ってほしくないんだよな、あっち側の CD が溜まっちゃうんだよ、それだけはちょっと避けていただきたい。 OK。 やばいな、相手のバースト溜まってんな、嫌だな、バーストが溜まってる。いやーやばいな、バースト溜まってるな、まずいまずい。変、いやー変に使わないで、いや使え、バースト使え、相手そのバースト使っちゃえって、使え、あ使わない、使ってくれバースト、そのバースト使え、使って、いや使わない、全然使う余地がない。まあ、使っても意味ないしな、ここでな。いやーマジか、いやーちょっと不利だぞ、相手のバースト溜まった状態でのあれか、嫌だな。さあここで2戦目が、うわ何これ、何パーよこれ、これ何パー、うわ何パーこれ、何パーだよ。まあ、とりあえず相手のバーストが使っていただければ一番ありがたいんですけど、使ってくれ、オッケー、そこでバースト使ってくれるのはありがたい。で、まあ、確定ダメージはもうしょうがない、これ一旦しょうがない。さあでまあこれちょっと無理か、おでんもいるしな、ヤマトもいるしな、不利な編成ではある。さあまあ相手がまあとりあえず必殺とかちょこちょこ使っていただければ一番ありがたいんですけど、待ってない、あー使ってくる、まずいかこれ、これまずいのか、コード富士 OK、 ヒットだけで、モリアで捨て半減していく、とりあえずオッケー、とりあえず捨て半減していく。でルフィ&ヤ、麦わらチーム打ってくる、オッケー。で速攻溜まっちゃったヤマト打ってくるだよね、飛んじゃうよね。でお電話終わってるルフィ&、あでここでトットムジカ発動していく、オッケーオッケー。でカイドウで倒すけど、ロジャーの逃げ方必殺は待ってんだよな、これまずいんだよな。オッケー、モリアだけ止める。うわキットの必殺技打ったら話変わってくるけど、キットがまだ来ない、カープか、キットが5体目か、まあキット頼む。うわ吹き飛ばしてほしかった、復活か、復活があったのか。うわこれは厳しいな、ちょっと厳しいな。いや相手が必殺技、よしよしよし、GP バスとりあえず貯めておく。で、3戦目にかけよう。3戦目にかけるしかない。いや、相手は、でもな、地属性パだよな。戦闘力で変わってくる。相手の戦闘力で変わる、これは。どれくらいある ?4 万6000。いや、いけるんじゃないか。4万6千ぐらいなら。いや、変な編成だ。変な編成だ。変な編成だ。ちょっとワンチャンあるぞこれ、大丈夫なような気もするけど、どうだ、頼むよ、ほんと頼むよ、
変なことだけはしてくんな。頼むから。でもチョッパいんのやだな、なんかやだな。回復あるからな、変に回復されたらまずいな、耐久されつつみたいな。まあだからボコボコにしていただきたい一旦。オッケー、ここでロジャー発動して固定ダメージからの捨て半減していく。オッケーオッケー。でも相手もチョッパー使ってくるのか、使ってきたね。でも早めにチョッパー使ってくれるのはありがたい。回復はもう意味ないからほぼ。オッケー。でここでおでん使っていく。オッケー、もう使おう、ここもう使おう、ここ、ここだここだ、いける、これいけるぞ。オッケー、いける、いける、あと2体いける、いける、とりあえず勝てるぞ。よし、ヤマトいけ、よしよし、勝てた、よかった、とりあえず称号はもらえる。うわ、やったぜ。ちょっとよかった、石35個だからでかいよこれ、この一生でかいよやっぱり。ありがとう、本当によかった。いやもう昨日さ、いや友達に話す時の態度、昨日なんですけど、いや本当に3連敗した時終わったなと思ったんですよ。もう次ラストその3勝しないといけないっていう緊張感でやばかったんですよね。よかった本当に。いやこの石35個逃すのはだいぶでかいからね、これはありがたい本当に。よかった、まあ、ということでね、今回12勝という形にはなってしまったんですけど、それでもね、どうにか報酬は全てゲットすることができましたという感じですね。いやー今回のことでやっぱいろいろと考えさせられましたね。うん、やはりちょっと編成考えないといけないですし、やっぱキャラもね、全キャラ自分持ってるってわけではないので、今後ちょっと持ってないキャラとかも当てつつね、海賊祭のレベル上げたり、レベル上限突破強化したりねして、ちょっと今後編成も考えつつ、まあ来月のね、グランドパーティーでも備えていきたいなと思ってます。まあということでとりあえずね12勝できたのはありがたいなっていう形にはなってるんですけど、いや本当はね15勝目指して頑張っていたつもりなんですけど、本当に昨日で全敗してしまったというのがありましたんで、まあ今後ちょっとそういうことがないようにね、いろいろ研究しつつ、編成も考えていきたいなと思っております。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。